用してなかったから引きちゃんと会うのも久しぶりね。それで今回は何をするの？今回は衣装ガチャをやっていこうと思います。今持っている所持金は5万。おお、お金持ちだね。そしてガチャは1回1万。合体ガチャね。つまり今回はガチャを5回する予定だよ。なるほど、キキちゃんは久しぶりの出番とお洋服を買ってもらえるってことですごく張り切ってるわね。それじゃあ早速ガチャっていこう。よし、かわいいの服はよー。ちなみにせっかちゃんはどんなお洋服が好きなの？私は、ヒラヒラした白色のワンピースとかが好きかな。そうだったの？なんでオークが驚くのよ、知ってるでしょ。あ、まずはこの中の服のどれかが当たるんだね。真ん中の服は持ってるから私的には右上の服がいいわね。私は季節外れだけど上のコートみたいな服がいいな。あー、シャッフル全然見てなかったー。大丈夫、見てても全然わからなかったわ。ということで噛んでいくわよ。おお、なんか夏にぴったりな服だね。パティシエ服か、何か美味しそうなものが作れそうねー。パティシエ、あれー、大川はどんな服をイメージしたのかなー。船乗り。あー、確かに似てるわねー。私も、船乗りをイメージしていたから納得しちゃった。まあ、とりあえず次のガチャをしましょう。さあ、次は何が当たるかな。次はワンピースがいいなー。私は和風の服が欲しいな。キキちゃんにすごく似合ってそうなんだよね。いや、キキちゃんはワンピースが似合っているよ。勝負だね、せっかちゃん。ひほう、洗濯の中にワンピースがないけん。残念だったね、せっかちゃん。和風の服は洗濯の中にちゃんとあったよ。さあ、選びなさい、オーカ。洗濯にあっても当てれないと意味がないわよ。そうだねー。これだ。やったー。どんな問題、こんな問題。和風万歳、日本万歳、私万歳、キキちゃん万歳。オーカが踊りながら喜んでる。よし、このままあと3回も和風系の服を当てていくよ。そうはさせないわよ。絶対にワンピースの服を当ててみせるんだから。それじゃあ次に行こう。次こそは。今日は私に運が来てるみたいだね。そんなの気のせいよ。次はワンピースよ。今度はワンピも和風系も両方あるわね。さあ、どっちを当てれるかな。そんな余裕すぐになくしてやるんだから。私が選ぶわよ。一応さっきのシャッフルは全部見てワンピースを追っていたわ。ズバリ、これだ。あ、じゃ、まあ、そう。でもこの水色のパジャマって普段せっかちゃんが着ているパジャマと似てるよね。そんなこと言わなくていいわよ。私はピンクのパジャマだよ。あ、うん、知ってる。反応が冷たい。それじゃあ次は私が引くからね。次こそワンピよ。ふふ、ワンピが2つもあるわ。和風系もあるよ。今度こそ。選びなさい。これかな。ふふ、私の勝ちだね、せっかちゃん。というかこのゲームは風景の服多くない？まあまあ、そういうゲームだからね。私不利じゃん。でもさっきの洗濯の中にワンピが入ってたんだから、ここはせっかちゃんの運がなかっただけだよ。うわー、言わないでー。次で最後だねー。お願いします。キキちゃんは絶対にワンピースが似合うと私は思うんだよ。あー、せっかちゃんに余裕がなくなってきたねー。最後の選択にワンピースが入ってないけん。せっかちゃん。残念だったね。まあ、最後はビシッと決めちゃってよ。もう、どうでもいいワンピース。次がワンピースになってる。よし、それじゃあこれでやる気を出してよ、せっかちゃん。最後の服。せっかちゃんがポケモンの祈祷師になっちゃったー。警官の服。キキちゃん、神様じゃなくて、警察官に就職しちゃったんだね。立派になっちゃって。感動してる。とりあえず今回入手した服をキキちゃんに着せてみようよ。お着替えシーンは見せないんだからね。それはないから大丈夫だよ。まずは水色のパジャマから着てみようよ。私とお揃いのパジャマか。せっかちゃん、何気に嬉しいんでしょう。そんなことないよ。もう寝る時間ですか。おやすみなさい。待って、まだお着替えが残ってるから寝たらダメだよ。それじゃあ次は船乗り。じゃなくてパティシエの服を着せてみようかしら。レッツポケモンバトル。船乗りじゃない。自分で言ったんじゃん。美味しいデザートが作れる気がします。今度ぜひ美味しいデザートを作ってね、キキちゃん。次はオーカが当てた和風服を着せてみましょう。和風メイドだって。せっかちゃん、お帰りなさいませ。ご主人様、10点。すごい。和風のメイドさんです。家事は任せてくださいね。100点。せっかちゃんのバカー。それじゃあ次に行きましょう。次は警官の服だね。逮捕しちゃうぞ。あーはいはい、逮捕逮捕。だから反応が冷たい。正しいルールに従ってみんなの安全を守ります。さすがはキキちゃん、頑張ってね。せ
大川萌え系に走りすぎよ。もっとおしとやかにやってみてよ。そんなつもりじゃないんだけどな。深海の美しさが表現された着物ですね。なんかその服を着ているだけで女神になれた感じがするよ、キキちゃん。確かに神々しい感じがあるわね。それじゃあ今回はこれでガチャは終わったけど、どうだったかな。いやー、本当に女神旅の実況が久しぶりだったから、これからはもう少し頻繁にやりたいわね。そうだね、実際ゲーム実況を最近できてないから頑張らないとね。それじゃあ今回はこれで終わりましょうか。そうだね、キキちゃんも最初の服に着替えたみたいだからここで終わるね。今回はここまでです。楽しんでいただけたでしょうか。面白いと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録お願いします。他にも、パトや私たちのゲーム実況、ゆっくり茶番などの動画もやっていますので、ぜひ見ていってくださいね。それでは次回もお楽しみに。また見に来てね。さようなら。